ネバランオンエア。皆さんこんばんは、ネバーランドです。さあ、ネバーランドのラジオの時間がやってきました。はい、暑い日が続いてね、紫外線なんかもバン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 暑いですけど、今日もすごい暑いもんね。暑いけどね、2人で抜群のコンビネーション見せましょう。はい、お願いします。今回も最後までお聞きいただけると嬉しいです。では始めていきましょう。せーの、ネバランオンエア。ネバランオンエア。今回もまずはこちらから始めていきたいと思います。近況トーク、夏休みバージョン。うわ、夏休みバージョン。はい、ということで前回のラジオ配信も夏真っ最中ではありましたが、これから夏後半という感じですね。最近どうですか？どっか行ったりしましたか、ヒデさんは？どこも行ってません。本当に。そうなんだよね。なんか年々外出なくなっちゃうんじゃないって思ってるんだよね、うん、僕。ね、なんか最近まあまたいろいろね、感染者の数が増えてきたりっていうのもあって、うん、自宅にいることが多くなって。そうだよね。そう。したら友達にその、エーペックスとか、はいはい、ゲーム、コールオブデューティーみたいな、そういう荒野行動みたいな、うん、もうそれを携帯でも今できるから。そっかそっか。そう、昔高校の時やってたけど全然下手くそで、僕もできない。できなくても、いや、うわマジか、嫌だなと思ってたけど、まあ、久しぶりに、まあ、それもねおすすめしてやってみて、まあまあなんかぼちぼち本当楽しめてます。もうこの8月でめっちゃ上手くなってんじゃない？いや、上手くなってたらねいいんだけど、まあ、うん、冷房効かせながら最高、涼しい部屋でやってます。僕もそんなね今年あんま出てないんですよね。言うてなんかそんな規模の大きくないお祭りにちょっと屋台のご飯が僕好きだから、うんうん、それ買ってお家で食べたりするぐらいかな、はい。でもね、海は行きたいんですよ。あ、海ね。そうでね、なんか昼間とかの海じゃなくて、夜深夜にもう向かって、うん、夕日じゃない、朝日、初 日の出、日の出の、その日のね、初日の出、その日の初、その日のその日のね、その日の出を見たいんですよ。おお、日の出を見たくて。え、よくない？ちょっとまだ暑くなくて涼しくて、そういいね。なんかだからなんだろうね、夏っていろいろ楽しめるけど、なんか日本みんな夏の暑さ嫌いじゃん。え、なんか、まあ、今年すごい暑いよね。ね、年々暑くなってくるから、どんどん涼しいことを探して、確かにそうかも、楽しんじゃってるから、夏の暑さがそれに嫉妬して暑くなってんじゃないかなって。あ、なるほどね。僕は思いますね。ヒートアップしちゃってんだ。そうです。すごい。なるほどね、それで今年暑いんだ。そうだから来年もっと暑くなります。うわー、やばい。いや、でもね、プールはねまだ行きたいんだよね。なんか何歳までプール行けるの？その、え、何歳でも行けるんじゃない？別に。本当？30になって男友達たちでプール行く？あー、そういうことか。そう、なんかそれは行かないかもな。でも、うん、なんかさ、高校生の時は本当男5、6人で、うん、ビーチボールとか浮き輪とかでっかいシャチとか持って、うわふわふわいっつって遊んでたけど、うんうんうん、それってもう短いんじゃないかって思っちゃう。悲しい。なんか30代になったら温水プールで、歩いてるんじゃないエクササイズみたいな、やってるかもしれない、リフレッシュがてらみたいな。なんかいつかね、そうで、大人になったらその甥っ子とか、うん、親族のちっちゃい子と一緒に行きたいね。ね、確かにそれだったらもう全然楽しめる。それだよね、多分、うん、友達とビーチボール持って100本はしないと思うよ、30で。うん、でしてる人見たら羨ましくなっちゃうかも。いいなってなっちゃう。まあそうだね、すごい。僕はね、いつまでもそういうことをしていたいよ、体が動く限り。そうだね。
年老いて動かなくなったら悲しいけど、まあ大丈夫でしょ。大丈夫。まあ今年はね、あと8月残りです、残り少ないですが、うん、まあだんだんと涼しくなってくるんで、この調子で夏を乗り切りましょう。はい、ということで以上近況トークでした。ネバランオンエア。では続きまして次のコーナーです。新コーナー、おネバランとお出かけ。なんだなんだそれは。新コーナーです、こちらは。はい、コーナー説明じゃしていきますね。お願いします。ネバーランド、それは素敵な男性2人組。ん、そんな彼らと一緒にお出かけしてみたいと思いますよね。はい、あー思いますよね、わかります。このコーナーではネバーランドのメンバーと一緒に出かけてみたい場所を募集します。そこに行ったつもりで妄想デートを、聞いているフェアリーの方に楽しんでもらいます。なるほどね。まあ、例えば湘南の海というお題をいただいたら、その場所での理想のデートをメンバーが語りたいと思います。はあ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 、なるほどね、はい、まあ語るっていうか、そのシチュエーションを実際にやるのね。はい、演じてもらってフェアリーの皆さんとデートしているような感覚になってくれたら嬉しいなっていう企画になってます。それすごいね。はい、もうでは、まあ、早速やってみたいと思うんですけれども、まあ、まずさあ、まあ、今夏なんで、はい、例にもあった湘南の海というお題でやってみようかなって思います。やりやすいのかな、どうなんだろう。まあ、湘南の、まあ、海っていうくくりでもいいかもしれないけど、うん、はいはいはい、まあ、初の試みだけど。どっちが最初やるの？ドラマ風でしょ、だから言っちゃえば。あ、そうか、ドラマ風か。いい、けどし行く？やだよ。先輩、先輩。いや、海でしょ。そうだよ。湘南の海。うん。はいはいはい。まあこれ、まあとりあえずじゃあ初めてなんで。はい。様子見で。様子見で行きましょうか。はい、お願いします。なんか振りをお願いします。はい、じゃあ秀樹くんの湘南の海での理想のデートまで3、2、1。今日はわざわざ片道4時間半もかけてきてくれてありがとう。どうしても見せたかった景色があるんだけどね。この海、この広い海、夕日が沈みかけてるこの海、なんで朝から集合しなかったかわかる？疲れた後の夕日ってしみるよね。これからどこに行こうかって考えてるんだけど、任してほしい。もう全部考えた。もうきっと行きたいところここだろうなって、あなたのことを思ってこのプランを考えました。この後湘南の海を見ながら素敵な素敵な中華料理を堪能したいと思います。素敵でしょ。なんかガッツポーズも作ってるけど、すごい中華なんだ。やばくない？むずそう、今の見てる感じ。いや、俺は完璧だと思った。うん、全然本当に中華なんだっていうツッコミだけになっちゃったけど、いや中華もいいんだよ、いいんだけど、なんか急に来たから。そう、やっぱなんか普段のさ企画とかってやるとさ、おーみたいな、うん、でなんかそのすごい良かったなって思うところはさ、うん、繰り返し聞いたりするじゃん、うん、だ今回何回も聞いてほしいから、うん、その何回も聞けば聞くほどツッコミどころ出てきて、その人なりのデートプラン、だいわゆるこのシチュエーションでデートプランができるんじゃないですよ。はい、もう今僕が喋ってるこの思いを散りばめました、はい、湘南の海と湘南の砂とともに、それを一緒に拾い集めるのはそこのあなたです。すごい、すごい、なんかすごいことし正当化してる。なるほどね。ごめんなさい。待って、デートプランでしょ。うん、うわーうわー、はい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 、湘南ね、海があるんですよね。あとね、なんかバスケットコートもあったイメージがある、確か。あ、湘南の海に。そうです。あ、そうなんだ。なんか月9のドラマで湘南が舞台で、うんうんうん、確かに
確かあった気がする。よし、それを込みでちょっと僕は今デートプランを制作します。おすごいすごいすごい、構築されてます。はい、来ました来ました。はい、じゃあ行ってもらおうかな。森明人くんの理想のデートまで3、2、1、どうぞ。うわ、やっぱいいね湘南って。なんか急に来たけど大丈夫だった？ここでね、何するか決めてなかったしな。でも車でもそんな時間かかんないんだね。どうする、とりあえず海行く？あ、濡れんのやだ。大丈夫大丈夫、俺タオル持ってきてあるから。準備一緒。あ、でもそれか、なんかバスケットコートあるし、ちょっと運動してく。運動して汗かいてちょっと海入ってそのままご飯行こう。なんか近くにね、いいレストランあったんだ、調べるべき。もうさ、予約してあるから、今日楽しもうね。行こう。ダム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 、シュッパサ、はい、うわー、いい仕事決まりました。はい、なんか、あ、すごいスマートだね。スマートネバランやってる。スマートネバランやっちゃったかもしれない。やっちゃった。いや、すごいよかった。もう予約してあるっていいやろね。予約してもう、ね、なんか準備してる。最後カッコつけてシュート決めようとして机に肘ぶつけてたけど、ゴンってなっちゃった。ダム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 、しかもダムダムって何？え、バスケットボールドリブルしてる音ってダムダムじゃない？え、ダムっていう初めて聞いたんだけど。マジ？オノマトペダムダムだって絶対。ダムダム。じゃあなんていう？ボール。え、なんかわかんなかった。なんかもうバンバンバン。ダムダムだよ。ダムダムダム。ダムダム。いきなりダムダムダム。シュッバタドンでみたいなさ。急に流れが完璧だったけどね。まあでもよかった。あ、でもちょっとスマートすぎたわ。いやいやいや、いいんじゃない。俺がこのシュート決めたら今日ずっと一緒に遊ぼう。初でシュッガコン。外してんの。あ、これやればよかったな。いや、これだったらもうどっちもあのね、今回もまた勝敗を決めてもらうんですけど。え、そうなの？はい、これに関してはもう、もし2人ともふざけてたら採点すらしてもらえなかったと思いますよ。なんかごめん、なんかヒレちょっとふざけたのに俺ガチで言っちゃった。いやいやいや、全然。いや、ふざけてるっていう、そういうこと。いや、真剣にやってたから。あ、ごめんごめん、バカにしない。そっかそっか、悪い。じゃあ決めてもらいましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。お、考えてる。ちょっと難しく、何を基準で決めんの。確かに。いや、もう王さんは王さんの感覚。そっちだ。わ、明人です。あ、やった。何を基準なんだろう。いや、やっぱ理想のデートだ。企画と合ってるし、趣旨がちゃんと捉えられてすごい素晴らしいと思います。やばい、あの和食が良かったかもしんない、中華じゃなくて。いや、この前中華食べた、一緒に食べた。あ、そういえばと思ったんだけどな。そういえば王さん中華めちゃめちゃ好きだった。まあ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 、勝ちました。はい、おめでとうございます。なんかイエーイ。あ、聞いてる人にもどっちがいいって決めてもらえばいいんじゃない？コメントできるでしょ、確か。そっか、そう、どっち派っていう。私こっちの理想デートがいいみたいな。明人くんがよかったら高評価、長志くんがよかったら低評価。すごい。やめてください。低評価1、高評価で。チャンネル登録、高評価で。なんと、2つ目のお題はあります。あら、あらら。こちら今回のお題、2つ目は、長野の高原でございます。すごっ。むずっていうか行ったことない。ピンポイントだね。さっき俺、調べ、リサーチした。うんうん、僕、リサーチして、すごい綺麗な緑豊かな場所です。わかる？綺麗。いや、なんかそれ一緒に調べたけど、高原、あれ、長野の高原って調べたらもうありすぎて、もう、ね、何が正解か分かんなかった。まあ、これちょっとスマートネバランも感じるね。そうだね。冬のお題にいかにどう確かに対処するかね。どうします、最初行きます？え、僕から行く。分かった。じゃあ明人から行ってもらおうかな。それでは2つ目のお題、明人くんの理想のデートまで3、2、1、どうぞ。うわ、やっぱ自然っていいよね、ほんと。なんかさ、僕たちずっと東京の方でさ暮らしてて、なんかすごいビルに囲まれてたけど、やっぱりたまにはこうやってビル一つない、ずっと空と高原が広がる景色もいいもんだね。あ、てかなんかあっちに川あるらしいよ、行ってみようよ。あとさちょっと離れた場所にレストランあるっぽいからさ、俺、あ、
私予約しといたんで、そこ行こうね。そんな変わんねえじゃん、声と。結局レストラン予約が一番ダンディーな。すごいな、予約したがりみたいな。それしかも高原からちょっと離れてる。ちょっと離れてる、ね、高原関係ない。いやー無理だよ、これはもうバギーで移動しないといけない、ね、牛とかいんのかな。あ、いるんじゃない、なんか牧場みたいな。牧場ありそうだよね。高原でしょ、高原って言ってるぐらいだからね。はいはいはい、よし、じゃあ行こうかな。はい、クリオ頼みます。では秀幸くんの理想のデートまで3、2、1。おいおいおい、ごめんごめんごめん、お待たせ。これね、長野の空気、これ美味しいんだよ。はい、どうぞ。いや美味しいね、空気がやっぱり違うよね。ねえ、やっぱ長野の高原、高原って聞いたら何思い浮かべる？あ、高原ビールとか。あ、確かにね。あ、高原野菜、高原野菜。あ、確かに高原フルーツ。あ、高原フルーツ。え、高原好きなの？あ、そういうこと、高原マニアだったんだ。だと思って、あっちの高原レストラン予約しておいたから。一緒に行こう。結局レストランなんだ。違う、高原レストランって。予約したがりだったから。メニュー絶対草ばっかなんだもん。いや、いい自然だよ。ちょっと待って。めちゃくちゃ難しいね、これ。高原だもん。だって、頭の中でイメージしても、青空と草しか見えてこないんだもん。ね。バスケットコートあったらまだよかった。高原に。確かに、バスケット。あと、中華料理屋さんもあったらよかったね。高原、ちょっとこっから2時間離れた場所に中華料理屋さんあるから。ね。全く関係ないの、おもろい。いや、でも空気美味しいから。そう、空気美味しいから。最初に、まずその高原の食べ歩きじゃない、まず空気、その高原の空気入れて高原のになれないと楽しめないよ。でも高原マニアなんでしょ。そう、特殊、思った以上にめちゃめちゃ回ってるんですよ、全国各地の。そうあ、この高原ね。面白いのか。でいるでしょ絶対高原好きな方。確かにいや、いるよ、俺だって好きです。わ、これどうすんの。はい、じゃあ、この難しい審査員をスタッフ王さんに決めていただきたいと思います。渋顔。いや、お手上げ苦い。よろしくお願いします。はい、さあ2回目はどちらもひどかっただろーというか、これはもうどっちもダメ、うん、どっちもダメ、最低不可能と思ったけど、よく見たら罰だった。確かに。ドローはもう両手が、うん、手震えてたもん。ダメだそうです。はい、すいませんでした。まあだって結局高原からすぐ離れてレストラン行っちゃうの。しかももう予約してるからそれ、もう早く行こうっつって。ね、好み聞けないかもしれない。いや、ダメだ、こんなんじゃダメだ。もう一回？え？もう一回、なるほど。え？まあ、ちゃんとやってくれた。怖すぎる。分かってる分かってる。お題一緒でってことですか？あ、お題変える。はい、ああ、わかりました。今回の企画、三つ目のお題です。はい、三つ目のお題は、高級レストランです。うわ、もう、僕たちのホームです。もうホームです。予約、もういつも予約してるから。もう予約入ってるよ。来年まで入っちゃってる。もう全部入っちゃってる。いや、じゃあ、その高級レストランで理想のデートプラン、もうこれで決着つけましょう。はい。じゃあ、僕から、行きたいと思います。それでは、はい。ひゆいくんの高級レストランでの理想のデートプラン。3、2、1。今日このレストラン予約したんだけどさ、全然緊張しなくていいから。僕なんてネクタイでしっかり決めようと思ったけど、蝶ネクタイにしてきちゃったからさ、後で変えてくるね。でも気にしないで、ここのね、中華料理屋さんめちゃめちゃ美味しいの。一回行ったんだけどさ、ね、ほら今目の前でシェフが振ってくれてるあれなんだと思う？高級チャーハン。あのシェフね、高級チャーハン作ってるじゃん。いつも食べんのリゾットらしい。全然中華料理屋じゃないじゃん。っていうのはさておきね。メイン料理来ました。これなんだと思う？これね、豚まんなんだけど、この生地がすっごい、あ、いらない、あ、食べ、あ、もう食べたい、あ、そんな話いらない。そっか、スマートじゃないよね。食べて美味しい。
今日ねこの後中国伝統の花火上がるらしいから一緒に見に行こう。おあさん、なんか無表情で拍手のやめろ。中華屋さん好きですね。いやもういいよ、もういいよ、どんどん行こう。はい、それでは、いけるでしょ。はい、秋人くんの、高級レストランでの理想のデート、3、2、1、どうぞ。あ、ごめんな、待たせ、わざわざありがとね。こんななんかすごい高いホテルのビルの真ん前で待ち合わせなんてごめんね。え、どこ行くのかってここの最上階のレストラン予約してあるから行こう。ウィンピンポン741階です。どんなこと。うわ景色いいね。あって言っても、ま、雲しか見えないけど、ま、ここはねすごい有名なあのイタリアンレストランでコースで予約してあるから、ほらあそこの端っこの席座ろう。でここね、なんか何が美味しいかっていうと、あのハンバーガーが美味しいんだよ。ごめんね、なんかイタリアンレストランなのにハンバーガーって。いやでも美味しいんだよ、イタリアンハンバーガーっつって。韓国風味のイタリアンハンバーガーなんだけど、すごい、しかもあの日本人和の人が作ってくれてて、すごい美味しい。まあ、どこの国なんだって、結局どこってなっちゃうかもしれないけど、でも美味しいから食べよう。でデザートはすごい、あの今日さ誕生日でしょ、知ってたよ、もちろんあのバースデープレート。もう言ったらサプライズじゃないか。でもそれを楽しみにしてると今から食う料理がもっと美味しくなるから、今日は楽しもうね。なんポンコツ彼氏すぎない？もう二人ともいいのか。もう二度と出かけたくないって思われちゃうよね。お待たせしました、麻婆豆腐です。違うの、もう一回やる意味ないのよこれね。え、でもこういうことじゃないの？これ全然違うのよ。ダメなの？違うじゃないですか。見た、あのバッチでする時の顔、あの一瞬だけの顔真っ赤っかになってたから。でもプルプルプルてかプルいやまあでも決めてもらいましょう。そうだよ、今度完全好みになっちゃいますけど、でも理想だよ、ユーモアも溢れて、はい、おしゃれなレストランでっていうのが理想です。はい、じゃあ今回のこのコーナーの優勝者決めてください、お願いします。険しい顔しながら、やったー。ちょっと真面目にいったもんね。なんでおかしいな、ちょっと真面目にいったもんね。やっぱ蝶ネクタイが悪かったの。真っ赤な真っ赤な蝶ネクタイが悪かったんだな、おかしいな。はい、あのぜひ僕たちとお出かけしてみたいなって思ったらお便りじゃんじゃんお願いします。あのこれはこれで終わらせるわけにはいかないね。まあまあそうだね、もうちゃんとお出かけしないと。あのちゃんとしたデートプランが聞きたかったら、あのスマートネバランと一緒にやってください、これ。ぜひこうなっちゃうから、ぜひね、もうそれでもうちゃんと映像で撮ればしっかりやると思います2人は。はい、これからもあの再度ね、催促するようになっちゃいますけども、のお便り、はい、送る機会がありましたらじゃんじゃんネバランとお出かけにもお便りお願いします。お願いします。以上ネバランとお出かけでした。ネバランオンエア、左からキヒと右から秀幸、2人で配信するラジオ番組、お便り待ってます。続きまして次のコーナーです。特別企画、ネバーランドのちょっと丸々な話。イエーイ、丸々な話って何？はい、今回は夏休みということで、夏に関わるちょっと丸々な話というのをしていきたいと思います。ぜひ一緒に夏休みの気分を満喫しちゃいましょう。しちゃいましょう。例えばなんだろうな、うんうんうん、怖い話でもいいし、あ夏だ、そう、ちょっとした思い出の話とかでもいいし、本当になんか自分の夏に関するエピソードを何でもいい話してくって感じだから、はいはいはい、そう、怖い話からハッピーな話まで夏にちなんだね話は。そうそう、なるほどなるほど、わかりました。え、どっちから？では僕からいきましょうかね。お願いします。どんな話ですか？まあ、夏ということで背筋も凍る、僕が実際に体験した、あのあ、いやこれ本当に、
結構ガチでそういうなんか、まあ、心霊スポットにね行った時の話なんで、はい、僕からじゃあお願いします。行きたいと思います。長橋秀樹のちょっと背筋が凍る話。まあ、友達と夜、ね、あのまあ、ご飯を食べてたりして、まあ、この後どうするかみたいな話になった時に、夏なので心霊スポット行かないみたいな。僕はそのお化けとか幽霊系苦手だったから、え絶対嫌だって、えだったら先帰りたいって言ったけど、いやなんで、いや一回行ってみようよみたいな。じゃあ一回だけでいいじゃん。いや一回だけでも、そういうのだって連れて帰ってきちゃったりすると嫌じゃん。まあもういろいろ説得して、分かったじゃあどこ行くってなった時に、まあ調べて、そのちょっと有名な心霊スポットが、まあ距離はまあまああったんだけど、まあ分かったって言って最初行ったんですよ。でそこは海だったんですけど、まあ言ってしまえばいろんなそのね亡くなった方とかそういうのが多いみたいな話をするところです。もう空気がもうその考えただけで空気が気持ち悪くて、もう体調もすごい気持ち悪くなっちゃって、まあ、そこが結構なんだろう、柵があって、やっぱりその事故が多いから、ここもこれここのこの先行っちゃダメみたいなのがあって、まあここ無理だねって、じゃあもう一個の山のトンネルの方行こうって話になって、うわトンネルか嫌だなって思いながら、その道にその場所に着きまして、もう本当にトンネルがあって、人が一人、僕の身長があって背伸びしたらギリ頭つくぐらいかの小さいトンネルで、もう空気がすごくて、な水がよどんでるんですよ。ピチャッピチャッみたいな音がして、うわ怖いなーって思いながら、まあ、僕は最初車にいて4人いたんですけど、22で行って、でも2人先行って帰ってきて、いや大丈夫だから行こうって言って、まあ、僕も本当にいやって言いながら降りたんですよ。したら音がだんだんゴーってしてきて、え何何って思ったら車が1台もう1台止まったんですよ。したらそこから、まあ、その場所に来た男の子5人降りてきたんですよ。まあ、それも十分怖いんですよ。でどうしたんですかって言ったら、心霊スポット見に行きましたので、うん、あそうなんですか、ちょっと怖いんでじゃあ一緒に行きますかって、結局9人で行ったから、まあ、そんなに怖くなかったんだけど、うん、そのトンネル進んでいくと小屋があって、まあ、そこで亡くなった方が、女性の方がいてっていう話で、結構長かったんだけど、まあ、9人もいるから携帯のライトも割と明るいからすぐ着いて、まあ、実際小屋があって、うわ怖いな気持ち悪いなと思いながら、もうその小屋に入ってく勇者たち 3,4 人くらいいて、何もなかったよって帰ってきて、うわもう何事もなくてよかったなって思ってたんですよ。で歩いてって怖いなと思いながら、先頭とか後ろにつか真ん中になるように歩いてで、最後になんか、えちょっと待ってください、なんかおかしくないですか、え何がですか、いやいや絶対おかしいよこれ、え5人で来たんですよね、だって車軽自動車じゃないですかっていう一番ゾッとした話です。ギッチギチで来たんですいや本当にすごい、それえでそんなに、びっくりした、びっくりしたでしょ、怖かったでしょ、なんかあんな方もた、怖かったでしょ、なんか車のあの窓に手形がべったりとかあんのかと思ったら K だったんだ、一番びっくりした軽自動車5人ってあれ、そっか K って5人ダメなんだっけ、そう定員オーバーじゃんみたいな、よく来たんね、すごい危な、ダメダメじゃんね、そうダメなんだよ、だからもう、まあ、気をつけて帰ってねみたいな、後部座席の真ん中の人絶対こんなの、そうそうそう、ギッチギチで細くなってる、両サイドのシートベルトするところが飛び出ちゃってるから、おうう、体細くないと真ん中乗れないんじゃないかなっていう、すごいびっくり、でも一番びっくり、もう本当に怖かった、それが一番怖いね、それ、はい、なので長嶋秀樹のちょっとした丸々の話はこのような話になりました。なんだよ、なんかちょっとホラー来ると思って、いやホラーよ軽自動車で5人だよ、いやじゃあもうお化けとかいらんかったよ今まで話洞窟が僕の身長よりちょっと大きくてとか何もいらなかったすごいちょっと前置き長かったかもしれない、おもろい、なるほどねどうします、あります、なんか、まあ、僕はちょっとヒデ君が背筋も凍るような話だったんでまあ別にそんな普通にエピソード1個、まあ、はい、名をつけるならちょっと大人になった話ですね。
プリヤキと。はいはいはい、なるほど。まあこれはちょっと時を遡って、まあ、何歳ぐらいだろう、小学生8歳とか9歳か、かわいい、それぐらいかな、うんうん、に家族で熱海旅行に行きました。ほうほうほう。ですごい白浜って言われるビーチなんですけど、うん、そこに行って、まあ、テント立ててで遊んでたんですよ、うん、で僕が、砂のお城を作りたいっつって。あ、砂浜でね。そう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 、まあそうビーチだから、そう一人でせっせと作ってたんですよ、うんうん、両親、うん、父親はテントで寝てて、母親がその僕姉いるんですけど、姉と海で遊んでるって感じで、僕はずっと黙々と作ってて、まあ人も多いわけですよ、うん、その有名なビーチですから、うん、もちろん若いなんか大学生、今でいう大学生とか、うん、なんか大人の方がいっぱいいて、まあ僕はせっせと作ってて本当に1時間ぐらいずっと作ってた、がっつり作ってて、一人で水汲みに行って作ってやって、で最後お城ってちっちゃい時のイメージ、一番高い部分の上に三角の屋根、あ、とんがってるイメージあるじゃん、宮殿、なんかそう、お城、うん、それを三角のなんかプラスチックのケース、おもちゃに入れてこう乗っけたらおしまいってところがあったんですよ、はいはいはい、で崩れないように完成したんですよ。おお、やったーと思って、うわこれこんなん両親に見せて、うわって言わせてやりてーと思って、うんうん、でそれ眺めてみたら、近くでビーチバレーやってる男の人、はい、大人の人たちがいたんですよ、はい、でよし僕が店に行くぞって言った瞬間、ズバーンってその人が転んで僕のその1時間築き上げた城を背中でグシャーンってやって、あ、ボールが来たんじゃない、人がなんかボール取りに行ったか、なんかセーブしようかしたのか分かんないけど、うわービターンって来て、うわ取れねえよって気づいてなくて、多分、うん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 、で気づいてなくて、で戻っていって、僕それずっと真顔でそれ見てて、え、気づかなかったのその人は。うん、多分気づいてない、すぐ行っちゃったもん。ちょっと本当に叱りたいわその人で。あ、こうやって時間かけて何かを作っても、まあ形あるものはいつか壊れるんだなっていうのを弱い8歳にして学びました。いや8歳で学ばなくてもいいんだよなそれは。もう体育座りしてたもん僕。えー、ちょっと苦しい、え、めっちゃ苦しくなってきた。かわいそう、ガンナイです。ガンナイすぎて、え、もう本当にいい子いい子してあげたいもん。うん、そう、これすごいなと思って、でも泣かなかったですよさすがに。あ、えらい大人になった、成長したんだね。でちょうど親が来て、あれさっき作ってたお城はつって、いや壊されちゃって、で、うん、じゃあもう一回作ろうつってまた作ってくれたんですけど、あ、ほっこり、うわなるほどなるほどってなっちゃった。あ、こういうこともあるんだわ、なるほどねって。8歳です、そうね、っていうお話ですよね、エピソード。いやちょっと丸々じゃない、だいぶ丸々な話だよその話は。なるほどね、こうやって作ったものは何かの災害によってなくなってしまうんだってなったね。いやもう抱きしめてあげた、水平線見つめてたもん。いや見つめちゃうよね、目の前にあった砂の城がなくなって水平線が見えない、ぐしゃって崩れて、本当に心が苦しいとしか言えない。いやこれ面白い話ですよ。いやでもまあまあまあそうだね、アキヒトの大人になったエピソードだからね、このエピソードは大切にしましょう。はい、いいね、なんか丸々な話。いやでもいいかもね、だってこれ夏に、今回は夏休みだったから夏にちなんだ話、丸々な話だったけど、いろいろできそうだね、丸々な話だったら、ね、これからまたエピソードがあれば、ね、特別企画なんで、はい、あるか分かんないけどまたお願いします。はい、ということで以上、特別企画ネバーランドのちょっと丸々な話でした。ネバランオンエア、毎月第1、第3日曜日に配信中。たくさんお便り待ってます。ネバランオンエア、そろそろエンディングのお時間です。今回のラジオはいかがでしたか？楽しかったよ、全然楽しかったよ。楽しかったね、新しいコーナーとか、はい、特別企画とかあって、ね、なんかコーナー、はい、楽しかった。僕のお城、おー、ちょっとその8歳の秋人に今すぐ会いに行きたいわ。抱きしめてあげたい、抱きしめてあげたい、大丈夫、また作ろうって。大丈夫大丈夫大丈夫。
今まで積み上げてきたものはずっと残るからって言ってあげた。心の中に残るから。そう、それよりまずそのビーチバレーやってた人たちに対決して、もうフルセットで勝ちたいね、リングで。特別企画がありまして、うん、まあきっとこれからも特別企画とかいろいろ出てくると思うし、うん、逆にそれが面白かったらそのネバランを2人のねネバランオンエアのコーナーとして定着していくと思うから、うん、全然レギュラーあるね、ある。だからむしろコーナーもかんね、フェアリーの方にもしやってもやってみてほしいコーナーとかもあったら、もしかしたらそれが特別企画になって、うん、で僕たちがそれをうまくこなすことができれば、面白くできればコーナーレギュラーコーナーになるかもしれないんで、まあまた案をください。はい、考えといてください。まだまだ夏は続きますけども。そうね、でもあとちょっとじゃない、はい、まだ暑いけど、ね、まあ、だんだん9月ってまだ暑い、残暑っていうか、うん、かな。うわ、冬が楽しみだ。とりあえずもう紫外線から離れたい。そうなんですよ。そうなんですよ。ですよ。そう、日焼け止め塗ってもね、ちょっと焼けちゃうからね。あと僕なんか鼻が高いからね、鼻のてっぺんがね赤くなっちゃうんだよね、毎年。今はそんななんだけど、うん、いや今赤いよ結構。だよね。だよね。あ、思ってる以上に赤いですよ。あす。夏が始まり、夏が終わり、そしてね、はい、新しい季節が来て。その都度その都度でね、その季節に合ったコーナーとかもこれから、ね、うんうん、やっていけたらいいなって思いますので、はい、これからもラジオは楽しみにしてください。はい、そしてお待たせしているネバーランドの公式サイトですが、ようやく今週公開されます。やった、ありがとうございます。ありがとうございます、お待たせいたしました、ファンサイトではさまざまなコンテンツをね届けていきますので、そちらもぜひチェックお願いします。お願いします。これからもたくさんね楽しい企画やっていきますので、応援してください。はい。ではまた次回のラジオで会いましょう。お相手はせーの、ネバーランドでした。バイバーイ。